ナリーグリーグ優勝決定シリーズ、メッツに、中ドジャース、17日、ニューヨーク、ドジャースが敵地で連勝し、通算3勝1敗とした。4年ぶりのリーグ優勝ワールドシリーズ進出に王手をかけた。18日に同地で行われる第5戦に勝利すれば決定。負ければ20日にロサンゼルスに戻って行われる第6戦にもつれ込む。 大谷翔平選手は、1番、指名打者で出場し、先頭打者団を含む3打数1安打1本塁打1打点3四球をマーク。4出塁で4得点を記録した。大谷は初回の第1打席で先頭打者本塁打。前日の最終打席からの2打席連続弾で、25打席走者なし無安打の受縛から解き放たれた。 第2打席は死球を選び、その後、4番エドマンの敵地打で勝ち越しのホームを踏んだ。4回の第3打席は2打席連続の死球となった。その後、ベッツはレフトへの敵地2塁打で、1塁から快速を飛ばして一気に生還した。6回の第4打席はストレートの死球。これで先頭打者団子は勝負を避けられて3打席連続死球だったが、 直後にベッツのツーランが飛び出し、大谷はこの日4度目の生還となった。西一2塁の後期で迎えた7回の第5打席は2頃に倒れた。西満塁の後期で迎えた8回の第6打席は見逃し三振に終わった。打線は4安打4打点1本塁打のベッツを中心に爆発。12安打10得点を奪い、 敵地シティフィールドは試合終了を前に帰るメッツファンが続出し、9回には空席だらけでガラガラになる異様な光景となった。山本義信投手はポストシーズン3度目の先発のマウンドに立ち、4回3分の1で73玉4安打2失点1飛本塁打8奪三振で降板。 山本は大谷翔平の先頭打者団で1点を先制した直後の立ち上がりで、2番ビエントスにセンターへのソロ本塁打を浴びて同点に追いつかれた。153キロの直球を運ばれた。ボールにはキレがあり、2回までの6つのアウトのうち5つを三振で奪う回答だったが、再び味方が2点のリードを奪った直後の3回に一死満塁のピンチを招き、 閉札崩れの間に1失点。当初は閉札判定で大谷もベンチでだったが、ビデオ判定で覆った。ただ、後続は断って、1点のみで食い止めた。